長年動画作ってると、はい、ボツネタとか出てくるねん。やっぱりいいものを作るって大変ですよね。ちょっと発表する場もないボツネタたち、ここで供養してもいいねん。どうぞ。まずはこれ。これは詐欺師信じすぎるやつというネタで、イラストとか台本とか編集とか全部合わせて10時間くらいかかったねん。全部作り終わった後にボツにしたんですか？はい。それはまた何かあったんですか？いや、なんか作り終わって一息ついて紅茶飲みながら動画を見返したら気づいたねん。あかりちゃん、ブサイクだなって。口を慎め。ブサイクだなって。口を慎めや。あかりちゃんはいつだって可愛いだろ。口を慎めボケ。あかりちゃんはいつだって可愛い。復唱。あかりちゃんはいつだって可愛い。よし。お次はこれ。これは、あかねとあおいちゃん、どっちが喋ってるか当ててみようクイズ。ってネタねん。へえ、これはなんでボツに？最初。うおお、クイズ形式の動画なんて投稿したことないから、こりゃ盛り上がるねーん。という上がりきったテンションでイラストを描き上げて、次の動画はこれですって、ツイッターにイラストまで投稿したのねん。ふむ、一息ついて、紅茶飲みながらイラストを見返して、思ったねん。このクイズ。クソほどどうでもいい。おいおいおい。口を慎め。クソほどどうでもいい。一応やってみてもいいねん。どうぞ。おいしいヤミー、感謝感謝。またいっぱい食べたいな。デリシャ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 、ハッピースマイル。ワードチョイスよ。どっちがどっちだ。左赤に右葵ちゃん。次。ケツ穴かバカやめろお前。右赤に左葵ちゃん。クソどうでもいい。口を慎め。最後はこれねん。これは変顔で写真撮った時一人だけガチのやつっていうネタなのねん。へえ、これはまたなんで。とりあえずネタを思いついた勢いでラフを書いて、わあいい感じ。椅子から立ってちょっと伸びをして、よーし、つついて線画描くぞと目を画面に戻した。その先にいたのは、思いのほかガチすぎる変顔を晒している私。ああ、これ見直した時、なんか笑うっていうより、おおほうって声が出たねん。おほう。そしてこれがまた、左右の二人が可愛く描けちゃったのも不運だったねん。ふむ、だって見てほしいねん。かわいい、かわいい、無垢の巨人。かわいい、かわいい、無垢の巨人。せめて貴公子でやりたい。いや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 。以上ねん。お疲れ様です。振り返ってみて、いろいろ大変だったけど、学んだこともあったなって感じたねん。へえ、それは？あかりちゃんはいつだって可愛い。よくできました。